今回はミニカーサイズの R34GTR を作りました。エンジンも雰囲気だけ再現してみました。と言っても以前に作った R32GTR のエンジンをちょっとだけ修正して使いました。エンジンの幅が狭すぎるようだったのでちょっとだけ横に広げました。図面がないので大きさは正確ではありません。ブレンダーでのデザインの過程は早送りにします。車体の上に面を張っていく地味な作業です。基本四角形で、場所によっては三角形や頂点が5つ以上の多角形のところもあります。3D プリンターは最近購入した2系モノクロ液晶のフォトンモノです。レジンはワンハオの水洗いレジンを使っています。クローゼットに LED ライトを設置したので、明るくなって作業がしやすくなりました。二次硬化の前にサポートを取り除いた方が簡単にサポートが取れるようです。ただ、二次硬化中の変形を防ぐためにもサポートは後から取った方が良い場合もあるかもしれません。レジンの洗浄中にリアウィングが取れてしまったのでレジンで修復しました。データのリアウィングステイの幅が小さすぎたので少し大きめに修正しました。塗料はミスターカラーの76番、メタリックブルーです。動画にはしてませんが最後にラッカークリアー塗装しています。タイヤとホイールの塗り分けには配給パーツの円形にカット済みのマスキングテープを使いました。自分でポンチで切り抜いても良いのですが、いろんなサイズがあって、綺麗に簡単にマスキングできるのでお気に入りです。概要欄に Amazon リンクを記載しておきます。キャリパーの塗り分けがやりやすいように、ホイールとは別パーツにしました。ヘッドカバーなど目立つ部分を筆塗りしました。これくらい小さいとパーツの塗り分けは不可能なので、あとは適当にドライブラシで済ませました。タイヤは直径1ミリの真鍮線を長さ5ミリくらいにカットして、これを軸に瞬間接着剤で固定しました。ボンネットは光造形プリンタのレジンで固定しました。ボンネットの厚みの分エンジンと干渉するので、ボンネットが閉じているデータと開いているデータの両方を用意して2通りプリントしました。このサイズで開閉可能にするのは、現在の自分のスキルではなかなか厳しいかもしれません。これまでに作った GTR のエンジンを並べてみました。直6 NA の S20、直6ツインターボの RB26、そして V6 ツインターボの VR38 です。3D データは最近とりあえず1年契約で借りたレンタルサーバーに置いておきます。ご視聴ありがとうございました。